今年で35回目を迎える羽村灯籠流しは、宮ノ下運動公園と羽村関下とで3年ごとに交代で行われています。西多摩地域では羽村市でしか行われておらず、毎年近隣市町村からも多くの方が参加し、今年はおよそ2500人の方が参加しました。皆様こんばんは。第35回羽村灯籠流し開始させていただきます。よろしくご協力のほどお願い申し上げます。35回ということで、関下とこちらと帰りバックをやっておりますけれども、青少年の健全育成を、一緒に頑張っていこうと、こういう催し物、風物詩の一つともなってきているところでございます。今日はそんな趣旨を、元にしながらですね、素晴らしい灯籠流しの時間になりますようご記念申し上げまして、大会会長からの挨拶とさせていただきます。今日は羽村市内から。市内からです。はい。毎年いらしてるんですね。去年はね、ちょっと時間間違えちゃって来れなかったんで、今年はそのリベンジで。そうですね。思ったよりもすごい幻想的で、でこの子も生まれたんで、この子は健康に育つようにお祈りしながら、もうこの子にも将来大きくなったら流してもらえるように続いてほしいですね。星みたいで、つぶつぶみたいで綺麗。僕も子供が生まれて、やっぱりなんかこういう自分が子供の頃にこう連れてきてもらってたりとかしたことにこうなんていうか参加すると、やっぱりなんか残っていいなこういうものはってのありますね。はい。しばらく全然来てなかったんですけど、ちょっと久しぶりに来たら、やっぱりいいもんだなと思いますね。先祖をですね敬うということですね、自分たちがどこから出てきたのかということですよね。それを結局ご先祖様を敬うということで、霊を敬うということでやってます。それから青少年の、健全な育成ですか、それから交通安全とか、そういったことをお願いしてですね、記念して灯籠を流そうということで、今年で35回目を迎えています。やはり今までは青梅線よりこちらの関係だけでやったんですけども、青梅線から伊北ですか、そちらにもいろいろ宣伝活動しまして、そういった宣伝活動によって来場される方が多少増えてるのかなと思ってます。これはもう35回を迎えてますんで、これを途中で途切れることなくですね、近隣ではもう羽村市だけでしかやってませんので、これをずっと続けていきたいですね。